はい、こんにちは、団長です。今日はいつもの通りチャートギャラリーを使って2337の15にて、トレードしていきたいと思います。はい、では早速今日も行ってみましょう。今日はこのあたりから。はい、時は2018年7月2日の月曜日ですね。はい、ではまずですね、移動平均線の並び見てみましょう。下から紫、青、赤、緑という形ですね。このあたり、このあたりからずっとパンパカパンできたんですが、崩れてきたというところでしょうか。1ヶ月、2ヶ月ですね。約2ヶ月のパンパカパンを経て、崩れてきてるというような局面になってます。少し引きの状態で見てみましょう。はい、こちら引きのチャートですね。引きのチャートで見ますと、一旦下がった底が17年6月ですね。このあたりからずっと上昇してますね。紫がずっと綺麗な右肩上がりで、1回、2回、3回タッチしてますが、ここまで来ているというような局面になってますので、やはりですね、全体的に長期目線で見ると上げ相場の中にいるということがこれでわかるかと思います。はい、では早速ですね、トレードしていきたいんですが、ここはですね、売りを入れてもいいような局面なんですけど、パンパカパンなので非常に気をつけながら入れる必要があるかなと思います。すぐ下に60日線がありますので、跳ね返った時点ですぐに、撤退もしくは利確をした方がいいかなと思いますね。はい、では打診売りからいってみましょう。火曜日、水曜日、もうこれは一旦利確した方が良さそうですね。ちょっと怖いので、団長は一旦ここは手堅く利確していきたいと思います。理由としましては、下の60日線にサポートされたということと、価格の節目500円で始まって500円で終わるというところですね。迷い相場なので、このまま下落する可能性も確かにあるような気がしますが、今日はですね、今団長一旦手堅くいきたいので、ここで利確したいと思います。はい、では引き続き見てみましょう。木、やっぱ下がりましたね。これで金、跳ね返りました。はい、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、20周線に下支えされて、下引きをつけて、上昇してきたというところの局面ですね。今、紫と青がクロスしたのが約2、3週間前ですかね。このあたりでクロスしてますね。3週間前でクロスして、今ここで1回当たってるということなので、なんとなくリバる気がしますね。価格が再度上昇転換するような気がいたします。ということなので、次は狙うところは、ここですね。下半身をつけたところで買いでエントリーしてもいいかなと思いますね。上から数えましょう。上から1、2、3、4、5、6、7というところですね。はい、行きましょう。ノーポジからスタートです。8。まだ下半身じゃないですね。9。はい、ということで連続2日陰線ですね。連続2日陰線で、本来であれば当たって帰るんであれば、もう少し強く帰ってもらって次下げたいんで、ここはちょっとまだエントリーできないと思いますね。このままノーポジでいきましょう。水、変なチャートですね。木、これで下半身ですね。下半身出ましたので、一旦打診買いしてもいいかなと思います。ただしすぐ陰線つけたら、そこは、天井ということで、すぐですね、売りに持ち替えたいと思いますね。はい、ということで打診売りですね。アンテナを張るための打診買いをしたいと思います。はい、打診買いからいきましょう。金、上がりましたね。このままいきます。月、上がりましたね。これでしっかり取れてます。水、上がってきましたね。いいところで打診買いできました。ここで上がって、今懸案のこの前の高値ですね、前の高値の550円に差し掛かったというところです。ここを利確するか否かなんですが、ここについては抜けたら追加買いですね。もう1日だけ見てみましょう。木、やっぱり下がっちゃいましたね。これは痛いですね。ここはやはりこの1回2回というところで、また下がってしまったというところです。もったいなかったですね。これはこれを本当の実際のトレードでやってたら、だいぶメンタル崩れちゃいますね。ショックで手がつけれないと思いますが、どうしましょう。ここは一旦、そうですね、これは一旦危ないので、もう1日見たいと思います。なんとなくもう1日リバった後に、その後下がってくるというような気がしますね。行きましょう。金、はい、週足見てみましょう。はい、週足です。もったいなかったですね。この550円、ここが天井なのかもしれませんね。はい、ということはここでダブルトッ
ップを描いてますので、この後のシナリオは普通は下げですよね。下げでいくというところになってしまうかと思います。一旦ここは団長撤退しておきたいと思いますね。ちょっとどうなるかわからないというような危ない局面に差し掛かったと思います。はい、ノーポジからいきましょう。月、これは下げですね、おそらく。か、水、また下半身つけてきた。ということはちょっとまだ右肩下がりの、移動平均線を5日線がしてますので、ここはもう1日手控えたいと思います。木、金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見ると移動平均線、やはり紫、青、緑、赤、引き続きパンパカパンですね。上昇の局面だとは思うんですけど、上髭陰線、上髭がですね、ちょっと多くついてきたかなというところですね。なんとなく危険な匂いがしてくるというところでしょうか。はい、ということで、下半身でもありませんので、もう一度ここは手控えて、ノーポジからいきます。月、まだですね。か、やっぱ下がってきましたね。これで逆下半身成立しましたので、紫割れを起こした後、もしくはもうここでエントリーしてもいいかなと思いますね。はい、ということで団長は一旦ここで打診売りをしてみたいと思いますね。いつもであれば割ったところでエントリーしてますが、今日はちょっと早めにエントリーしてみて、それが返ったところで逆に買いに帰るというようなことでちょっと戦略立ててみたいと思います。ダブルトップを上げて再度軽く上昇した後で負けてるというところですね。赤の移動平均だけにちょっとしてみましょう。こういう形になりました。ということで高値切り下げて、高値が切り下がってますね。上から下がってまた下がったというところですので、やはりトレンドとしては下げトレンドに変わってきたのかなと見ていいかなと考えております。はい、ということでここから団長打診売りからスタートしたいと思います。はい、行きましょう。水、いいですね。これであと割ったら最高ですね。行きましょう。木、割りましたね。いいですね。上から数えて 1,2,3,4,5 とで割ったので追加したいと思います。金、取れてますね。はい、週足見てみましょう。はい、週足です。しっかり緑の20周線を割ってきたというところですね。完全に赤の5日周線が、5周線ですね、5周線が右肩下がりになっているというところまで来てますね。下落トレンドだと思います。まもなく赤と緑が交差してしまうというところまで来てますが、ここもですね、過去も何度かこの割ってその後強烈に戻してますよね。これも割って戻してる、で割って戻してるという形で、この1号はこの辺りは割った次へ戻してしまってますので、ここもそうですね。やはり買い基調が強いということで、大きく下げた次の週は大きく上げてしまってますということがこれでわかりますね。これが本当にここも傾向として出てくるんであれば、早々に利確した方がいいかなと思いますが、まだですね、ここは陽線つけてませんので、コマもしくは陽線ついたところで利確に走りたいと思います。はい、行きましょう。月、いいですね。まだ下がってますね。もう一日行きましょう。か、いいですね。ここで打診売りで割って追加っていうところまで来てますね。で450円ちょっと下髭なので、もうそろそろかなと思いますね。上から数えると 1,2,3,4,5,6,7,8 というところですね。あと1日、明日の手締まいですね。行きましょう。9、ここで手締まいましょう。はい、ということでしっかりこの下落トレンドは取れたというところだったと思います。はい、このままですね、ノーポジでいきましょう。木、金、横張ってきますね。このままいきます。月、まだ下がりますね。もったいなかったかな。か、水、木、これで割れましたね。ここで450円の価格の節目割れてしまいましたので、まあ、団長としてはそうですね、ここ取って一旦休んでまたここから取り始めるというような戦略ですね。気づくと、紫と緑がしっかり交差をして、紫赤がしっかりこの紫と、青の間下に入ってきたというところまで来てますね。売りからいきましょう。はい、月、止まっちゃうか。か、行きましょう。か、水、木、金、はい、週足見てみましょう。はい、週足です。
60周線ですねにしっかりさ一旦サポートされたというところまで下落してきたというところですね。なかなかここはこれで一旦相場展開止まるかもしれませんね。はい、一旦ここでですね団長は撤退しておきたいと思います。はい、ではこの後のチャートですねもう少し見ていきましょう。やっぱり上昇してきますかね。上昇した後にまた下落ですね。ああなるほど、ここで逆パンパカパンですね。で一旦400円に当たってまたずっと下落していくと、なるほど、こういうことですね。ということで今日のポイントとしては天井がここだったというところですね。非常に痛い、この550円1回2回とですね、やはりこのダブルトップをつけた後ずっと下げてきたというところでしょうか。で団長はここをしっかり取れたというところだったと思います。はい、今日は233715でのトレードでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。